フォアグラフォアグラは世界三大珍味として有名な食材。ガチョウやアヒルなどにたくさんの餌を与えることにより肝臓を肥大させている。フランスではクリスマスや祝いごとの伝統料理、ごちそうとなる。濃厚な味であるためフランス料理の食材の一つとなり、宮廷料理となったり、美食家、富裕層に食される。 生産も商品もフランスが最も多いが、フォアグラは高級食材であり、商品価値があるため、20世紀後半から生産を開始する国や地域が増えた。一方で、強制給仕、ガバージを伴う生産方法は、動物福祉の観点から論争が起こっており、欧州連合などで生産や販売を禁止する動きもある。一方で、生産地を抱えるフランスやハンガリーは、議会が、 生産者を保護する方向に動く。これに対して、フォアグラ生産者は、数百年前から伝わる製法であり、鳥たちに害はないとした上で、渡り鳥なので元来栄養を溜め込むものだし、苦痛はないし、苦痛があったら、良いフォアグラにならないと主張する。しかしフォアグラに使用されるのは、野生種を課金化したアヒルとガチョウであり、両者ともに飛翔能力は、ほとんどなく、 移住のために渡りを行わない。そして、フォアグラ生産に使用されるのは主にアヒルであるが、アヒルの原種であるカモの中にも渡りを行わない種がおり、このことは、渡りの機能を持たない鳥もフォアグラに使用されているとを示している。紀元前2500年頃の古代エジプトでガチョウの肥育がすでに行われていた。古代エジプト人がフォアグラを求めたか定かではないが、 野生状態のガチョウを観察して、肥育の技術を得たと考えられる。古代ローマ人が、星一軸をガチョウに与えて飼育し、その肝臓を食べたのが、始まりと言われる。大プリニウスの博物誌によると、古代ローマでは、ガリアからもたらされたガチョウに強制肥育を施して、食材としていたことが記録されている。これにある美食家が、さらに工夫を加えて、 一軸で肥育させた上に、肥大した肝臓を蜂蜜入りの牛乳に浸して調理する技法を発案したと伝えられている。ローマ帝国崩壊後に、これらの技法は一旦衰退したが、徐々に復活し、ルネサンス期には、フォアグラ生産業が定着して、食材として認知されるようになった。フランス革命前までは、フォアグラの製造には、 課長だけではなく鶏なども用いられたが、19世紀になると課長がフォアグラの素材の定番として定着した。課長は牧草などの嵐料で大きく育つため、古くからあまり地味の豊かでない土地で多く飼育され、またその地方では17世紀になるとアメリカ州からトウモロコシが導入されて農業生産がようやく向上した。工術するような今日のフランスの主要フォアグラ産地は、 このような地理的、歴史的条件を背景とし、ガチョウ飼育農業とトウモロコシの出会いの上に成立した。伝統的に、フォアグラヨーガチョウの飼育は、他の課金の世話と、同じく農家の女性の仕事とされた。今日では、ガチョウ以外にアヒルのフォアグラも作られており、野生的な味が、ガチョウのものと異なるものとして評価されているが、火を通した時に溶けやすいこともあって、 料理法の許容範囲は、ョ長のものほど広くはなく、ョ長のフォアグラよりも安価である。なお、日本におけるフランス料理用語では野生のカモと野生のマガモを家畜化したアヒルを訳し分けない観光であるため、アヒルもカモと表記される。ロワール川の南方にある西ゴート東国、現在のフランス西部のアラリック2世、484年から507年は、 日常的にフォアグラを食べていたと伝わる。千年以上の時を経て、フランスブルボン朝、ルイ十四世の頃に、宮廷でフォアグラが食されている。ルイ十六世がフォアグラを好んだことで流行した。19世紀のイタリアの作曲家ジョアキーノ・ロッシーニは、美食家で、ロッシーニ風と呼ばれるフォアグラやトリュフを用いた料理を残した。フランスでは、2004年4月5日、 12年ぶりに国賓としてフランスを訪れた A ・エリザベス女王を迎えて大統領ジャック・シラクが主催したエリゼ宮殿での晩餐会のメニューに前菜としてフォアグラ・テリーヌが出された。またアメリカ合衆国の大統領バラク・オバマもフォアグラをディナーに用い2013年も用いている。日本では昭和天皇が東昇平中国の最高実力者 初訪日は1978年を招いた9中盤3回の際、フランスのフォアグラブランドのルージエ社によると、皇室の料理長がフォアグラとペリゴールサントリュフを使った神戸牛のトゥルヌドを作り、その料理をトゥルヌド、ジャン・ルージエ、トゥルヌード人員・リギと命名したという。フォアグラの生産も消費もフランスが最も多くなっている。 2005年のフォアグラ総生産量は23,500万 3, トンであった。フランスはフォアグラの主たる産地である。世界のフォアグラの生産量は2000年で約1万8,000トンだが、そのうちフランス産は1万5,300トンにも及んだ。フランス国内では南西部のペリゴール地方、ゲンドルドーニュ県とランド県が主産地でカチョウとカモの両方のフォアグラが生産されている。 南西部全体での生産量はフランスの生産量の75%を占める。また、アルザス地方のストラスブールやラングドック地方のトゥールーズも産地としてよく知られている。また、ガチョウよりもアヒルの方が飼育が楽で病気にも強いことから、今日ではカモのフォアグラの生産量は増加傾向にある。フランスのフォアグラ産業はその関連事業の労働者が 約10万人いると言われる。2005年に議会がフォアグラはフランスの文化遺産だとする宣言を行うほど熱心に生産者を保護しているが動物愛護団体の攻撃があったり近年ではバイオ燃料の普及で餌となるトウモロコシなどの穀物が高騰し生産コストがかつての10倍以上に上昇した。農家は利益を上げるため飼育数を増やしたが経済危機が追い打ちをかけ フランスでは、採算が合わなくなって廃業する農家が出ている。2013年現在、フォアグラの主要生産国であるフランスは、欧州向け以外に、中国やロシア、ブラジル、大韓民国、台湾などの新興経済発展国への輸出を行う。また、フランス観光開発機構によると、あるフォアグラのブランドは、世界120カ国に輸出しているとしている。 フォアグラの第三地であるフランス南西ブランド県ではその県とモンドマルさんで2年に一度フォアグラエキスポ日本史が行われ生産者が生産技術を展示するまたフランス南西部のペリゴール地方にあるサルラはフォアグラの町として知られ2月の第3日曜にサルラノが調査いサルラフェストはサーレットフェストオイが開催されたりフォアグラルート LA ルート DU フォアグラと呼ばれる多くの農家がフォアグラを販売する街道もある。1994年にはフランスのアジャン近郊に世界初のフォアグラ博物館ルムーゼイ DU フォアグラが開設された。2013年ベルサイユ宮殿ではルイ14世の製法をできるだけ再現したフォアグラがシャトーでベルサイユエピーセリーファイン。 ベルサイユ宮殿高級食料品という名で販売された。ハンガリーのドナウガー西岸でも昔からフォアグラの生産が行われており、フランスなどへ輸出も盛んである。フォアグラ、肝臓我が国ではフォアグラとは肝臓のことと受け止められていくことが多いが、フランス語のフォアは肝臓でグラが死亡である。すなわちフォアグラとは 強制休仕により肥大させた死亡期もであるを取る前のアヒルやカモを数週間フンスで飼育するとフランス産と表示できフランス産と記されたフォアグラの半分以上がハンガリーで飼育されたガチョウやカモであることによりハンガリーは世界一のフォアグラの生産国だというものもある2006年に欧州に鳥インフルエンザが流行した際日本など各国がフランス産からハンガリー産に切り替え これが世界にアピールする機会になったという。ハンガリーでは年間2500から2600トンのフォアグラ、ガチョウとアヒルが生産され、約20億ホリンとの売り上げがあり、これは鶏肉生産工の約1割を占める。また、約5000人分の雇用を提供する産業でもある。欧州のユダヤ人はローマ帝国の崩壊後もフォアグラの生産に携わり、 伝統を伝えた。例えば、1581年に、ボヘミア皇帝、現在のチェコ一帯の料理人が、フランクフルトで出版した、新しい料理本の中には、ボヘミアに住む、ユダヤ人たちに太らせた、3リーブル、1リーブルイコール500グラム以上のガチョウの肝臓を、ローストしたとある。植物油が入手しにくい、寒迎地では、調理油は主に動物から自給されるが、 豚から取れるラードはユダヤ人にとって近畿であり、バターは乳製品なので肉料理を中心とした献立だけでなく、その後に食べられるデザートにも使用できない。このためカシュルートに適正なガチョ腸の脂肪を抽出してシュマルツとして利用した。かつてイスラエルは1940年代 -1950 年代にヨーロッパから移民したユダヤ人によって、 フォアグラ生産が行われ、生産量世界3位の国となり、600人の労働者と農夫が150の農場に働いていたが、2003年のイスラエル最高裁の決定で、フォアグラ生産は禁じられることになった。近年、生産を開始した国には、ヨーロッパでは、ベルギー、スペイン、ギリシャ、その他の地域では、マダガスカル、インド、グアテマラ、キューバ、チュニジア、 対、中国がある。フォアグラの消費はフランスが圧倒的に多い国となっている。また、フランス国内では伝統的にクリスマス前や年末に消費が偏る。フランスは世界最大のフォアグラの消費国であり、全世界で生産されるフォアグラのおよそ75%がフランス国内で消費される。パテに加工し甘めの柔らかいパンに塗って食べるか、 ソテーして食べるのが一般的だがトリュフ入りのパイ包み焼きのようなパイ料理の素材としてもよく使われる。フォアグラとトリュフを乗せて焼いたヒレ肉のステーキはロッシーニフートルヌドステーキと呼ばれる。フランスでは伝統的にソーテルヌなど甘口のワインと合わせる。フランスではクリスマス前になると産地にフォアグラを買いに行く人が増える。 フランス人はフォアグラを買うことに景気づけの意味合い、うまくいかない時に元気になるためもあるという。フランスではクリスマスの時期の消費が全体の8割に上る。2013年現在、フランスの8割の人々がフォアグラを食す。フランス人の多くにとってはクリスマスやという新年前夜の晩餐などでしか口にすることのない珍味である。が近年になって、 生産量が増加したため珍しさは薄れてきた。また、クリスマスに偏りがちなフォアグラの消費を通年消費にするために、生産業者はあれこれと販売を工夫し、消費量を拡大している。中には一年中フォアグラを賞味する地域もある。二十世紀終盤から、フランス国内には自国産品以外に、東欧、ハンガリー、ブルガリアなどからの安価な輸入品が流入し、 近年は中国産も台頭する。2010年上半期の貿易収支はフランス国外からの輸入が激減した影響で黒字額が大幅に増えた。フランス北部にはルクルス、ルカローズというフォアグラと牛タンで作られる郷土料理があり輸出も始まった。ハンガリーではお祝いなどにフォアグラを食す。特にフォアグラのリゾットは ハンガリー人の大好物とされる。フォアグラのリゾットは、リゾットの本家イタリアでは、元来フォアグラを食べる習慣がなく、ハンガリー料理と言って良いとするものもいる。日本では、定番のソテー以外に、フォアグラのトンカツ、丼、鍋、寿司などに調理する店がある。また、スナック菓子に用いる例もある。2013年現在、日本への輸入は、すべて、 ハンガリー産とフランス産で占められている。ガチョウのフォアグラの最大の輸入先はハンガリーで、カモのフォアグラの最大の輸入先はフランスである。また、イスラエルまたはユダヤ人が生産するフォアグラは質が高いため、かつてはイスラエル産も日本に輸入されていた。2013年、日経トレンデは日本でフォアグラが目につく機会が増えたことを報じた。 フォアグラは2012年頃には、ジョナサンやココスなど日本のファミリーレストランのメニューにも登場した。また、居酒屋チェーンのウオタミや、笑い笑いなどにも見られる。これらの現象について、消費者がアベノミクスの効果で、プチ贅沢を楽しみたいという気分が盛り上がったからだという見方がある。また、フォアグラが安い価格帯で提供可能となったのは、 大量仕入れと、またフォアグラの集客効果を期待して採算をあえて求めず、他のメニューで利益を出していると説明する店もある。また、日本での価格低下について、人件費の安い中国産が入っていることを推測するメディアもある。2014年2月、日本で初めてフォアグラの料理コンクールが開催された。この、ルージエレシピコンクールは、 大手フォアグラメーカールージエ社、ルミなどが日本の料理人の腕を通てフォアグラの調理法を広めたいと主催した。フォアグラは他の高級素材キャビアやトリュフよりも料理のバリエーションが豊富で温かい料理でも冷たい料理でも使え、他の料理の調味料のような使い方も可能であり、アレンジの幅が広い。脂肪が有量が60%以上と言われ、 常温で放置すると柔らかくなるため、切るときや焼くときは冷蔵庫から出してすぐに行い、テリーヌなどの下処理をするときは柔らかくして用いると良いとされる。デリケートな調理が必要とされ、強火で調理すると油分が溶け出したり、生の状態で放置しても油分が部分的に溶けてしまったりする。また、品質の低いフォアグラは、フォアグラ独特の香りではなくレバーのような、 香りしかしなかったり、何を食べているかわからない食感になったりする場合もある。真空低温調理法とも言う。フォアグラは脂肪分が多いため、そのままテリーヌなどの加熱調理を行うと油分が溶け出し、4割以上も目減りしてしまうという。真空調理法は、この課題の解決のために1974年にジョルジュ・プラルにより考え出された調理法でフォアグラを プラスチックフィルムで真空パックし、パックしたまま低温で加熱調理を行う。この方法で油分の目減りが5%程度に少なくなった。弾力のあるものを選ぶ。色は鮮やかな増月色からやや黄色みがかった色、またはピンク色のものが良いとされる。単純の緑色がついているものは避ける。日持ちはしないのでその日のうちに使い切るのが原則とされる。 保存するときはラップで包み冷蔵庫で保管する。フォアグラの重量の約半分は脂肪だが、他の動物のレバーと同じくビタミン類やミネラル分に富む。特にビタミン A や葉酸が多い。フォアグラの期待される働き、機能は貧血改善、視力維持改善とされる。フレンチパラドックスという逆説に、フランス人はフォアグラなどの動物性脂肪を摂取するのに、 心臓病が少ないというものがある。フォアグラの生産者、ルージエ社、ルギは、カモの油には、不法和脂肪酸が、オリーブオイル、植物油と、ほぼ同様に、豊富に含まれていることを理由に挙げている。なお、犬にフォアグラを与えてはならない、水炎になるからと、獣医は言う。今日、フランスなどで、フォアグラ用に飼育されるガチョウは、オアド・トゥールーズなどの大型品種である。 初夏に生まれたヒナを野外の過去一で放し飼いにし、牧草を餌とし十分運動させて育て、強制給仕に耐えられる基礎体力をつけさせる。夏を越して、秋になるとなどに飼育小屋に入れ、消化が良いように柔らかくなるまで蒸したトウモロコシを、ロウとガブールで胃に詰め込む強制給仕、ガバージュと呼ばれる、肥育をついたちに三回繰り返す。職人技の手作業にこだわる農場では、 餌のトウモロコシは 250g から始め、最後に倍になるよう少しずつ増やしていく。1ヶ月の肥育で、脂肪肝になった肝臓は 2kg に達するほどに、肥大し、頭部と胴体を水平にする姿勢をとるようになる。この段階のガチョウを屠殺して、肝臓を取り出し、余分な脂肪、血管、神経などを丁寧に除いてから、冷水に浸して、身を締めたものがフォアグラである。 食味を良くするために、調理の全処理でも、血管や神経を除く。カモのフォアグラ生産用には、のバリケンを家畜化したバリケン種、バルバリー種と、マガモを家畜化したアヒル、ペキンアヒルが好まれるを交雑した一大雑種が、好まれる。または、ムーラーと呼ばれる、この雑種アヒルは、バリケン種のように大型でマガモ系アヒルのように、成長が早く、 しかも丈夫でおとなしいためフォアグラ生産に向いている。アヒルは、ガチョウにはないソノウと呼ばれる食堂にある袋のような、器官に餌が多量に入っていると、消化の速度が上がるという特性を持っている。そのため、人の手による、強制給時、ガバージョを行う前に10日間ほど好きなだけ餌を食べさせるプレガバージョを行い、効率よく、強制給時を進める。給時は1日2回で、 期間は3週間である。また、近年では機械化された、飼育場ですりつぶしたトウモロコシを自動的に与え、2週間ほどで強制休時を終わらせる促成法もあるが、その後でトウモロコシが発酵してしまうため、フォアグラの質は劣る。フォアグラ生産で最も大切な点は、ョウやアヒルにできるだけストレスを与えないことだという。 強制給仕が開始される前の3ヶ月程度、自然豊かな場所にある農場に広い運動場を設けることもある。また、毎日同じ人が餌を与えると、強制給仕のストレスが軽減されるという。フォアグラを取り出した残りのと体には、肥育によって多量の脂肪が蓄積されている。フランスの伝統的なフォアグラ産地では残った肉は、グリルや煮込み料理のほか、 カチョウ自身の死亡で、油煮にして、保存食料のコンフィを作る。カチョウの血を、パセリやニンニクなどと混ぜて凝固させたものはサングエット、またはと呼ばれ、カチョウの油で炒めて食べる。また、飼育期間の長いピレネー地方のムーラー種からは、良質の羽毛が副産物として取れる。強制給仕を用いずに飼育期間を長くして、フォアグラを生産する。しばし、倫理的なフォアグラ。 エシカルフォアグラと紹介される飼育法がある。スペインのが経営する農場券、レストラン、ラパテリアでスーザ、LA、パテリアで操作では、自然に近い飼育場で、半野生のガチョウを放し飼いにし、渡りの季節にエネルギー源として肝臓に脂肪を蓄える習性を利用してフォアグラを生産している。農場から渡りに出てしまい出荷できなくなるガチョウもいるが、 全体の10%程度に止まるという。この方法の課題は、近年の気候変動の影響を受けてか、収穫の時期、渡りの時期が一定しないことだという。この生産者のフォアグラは、2006年、フランスのクード・クール、クデクールという美食コンテストで優勝したことで、注目された。この飼育法はガチョウに強制給時をすることなく、ガチョウに自ら餌をついばませる方法であるため、 飼育期間は1年かかると言われ費用がかかるが、味などの品質に高い評価を得ているため価格は高価になる。批判の主な矛先は、蒸気のような伝統的な職人技の農場や倫理的な生産法ではなく、工場化した大規模農場に集中している。ある大きな生産農場では、数千羽のアヒルが3羽ひとまとめの狭いケージで、ヒッされるが、ケージは、 給仕作業がしやすいよう作業者の身長に合わせて地上に設置され床にはアヒルの糞尿と食べ残しが放置されたり飼育数が多いため人は人はの健康状態にまで手が回らないと報じられる近年は飼育環境を改善するための対策が取られ始めフランスの農業農産化工業林業省はフォアグラ生産者に対しサンバが少なくとも 動き回ったり翼を広げたりできる大きさのケージを201年までに採用するよう求めた。今日、強制給仕を伴わないフォアグラ生産は前述の LA パペリアで操作農場以外に確認されず、市場に出回るほぼ100%のフォアグラは強制給仕が行われている。この強制給止は動物福祉の観点から論争が起こっており、口述するように複数の国で フォアグラの強制給仕が禁止されている。2015年12月に発表された、英国ケンブリッジ大学のドナルド・ M ・ブルーム教授と、生物学博士、イレネ・ロークリッツ博士の教調による報告書、フォアグ製造におけるアヒルの福祉では、次のように述べている。また国際連合食料農業機関、FAO は2002年に次のように述べている。また、 フォアグラ生産農場における鳥の死亡率は、通常の飼育に比べて10から20倍と報告されており、欧州連合の科学委員会は次のように結論付けている。強制給治への批判に対しては、米国のアルチザンファーマーズアライアンス、職人農民同盟は、カモやアヒルは人間と違って、咽頭反射はなく、雲なく大きな魚を飲み込めること、 独立した獣医や科学者などが害がないと考えているなどと反論している。今日では動物愛護や動物の権利論の高まりなどもあり、一部の国では生産者や消費者に対する風当たりが強くなりつつある。動物愛護団体、ドク、ビア・フォートン、A、フォー・ポース、ハンガリー、ナジー・マンクス・アラピッチ・バニー、オーストリアが拠点の創設者ドングラーは、 我々の活動で西欧のフォアグラ市場はすでに崩壊前だ。次の標的はハンガリーなど東欧諸国だと2011年に述べた。欧州評議会の農業目的で保持される動物の保護に関する欧州条約加盟国35カ国ではフォアグラの生産はすでに定着している場合を除き1999年に禁止された。イタリア、チェコ。 デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、ポーランド、ルクセンブルクの各国とオーストリアの9州のうち6州では動物の強制救治自体が禁止されたことによりフォアグラの生産は事実上違法となった。ただし輸入したフォアグラの販売は必ずしも禁止されていない。またアイルランド、イギリス、スウェーデン、オランダ、スイスでも動物保護法の解釈上 フォアグラの生産は違法とされた。フランス、スペイン、ベルギー、ギリシャ、ルーマニア、ブルガリアなどでフォアグラの生産は行われている。2005年度の世界生産量23,500トンのうち18,450トンがフランスで生産され、フランスが依然として一大産地である。2005年10月、フランスの国民議会の会員が 農業政策に関する包括法の一部とて、フォアグラは、普通文化の遺産であるとした、法案を全会一致で可決した。その際、フランスが世界で、フォアグラの80%以上を生産していることを指摘し、保護すべき、普通文化、料理の貴重な遺産であると宣言した。課長やアヒルの強制肥育についても、他に、方法はなくやむを得ないとして、擁護する姿勢を鮮明にした。 フォアグラを文化遺産とするのは、欧州連合、EU の家畜保護規定が、宗教、文化的な収束は、規制対象外としていることによる、という。ハンガリー最大のフォアグラ生産会社フンゲリト社、ハンガーット ZRT、センティッシュに、本社、工場が2008年8月末に強制給仕で、飼育されたガチョウとアヒルの生産を中止し、従業員200人を解雇する。 同社の労働組合は9月、解雇の原因となった動物愛護団体のフィアアープ法典の建物前で抗議した。この動物愛護団体は2006年からフンゲリと社を攻撃し、ハイパーマーケット向けのブラックリストに掲載させ、取引をしないよう呼びかけるなどしていた。労働組合はブラックリストからの削除と生産の再開を求めた。動物愛護団体の構成が強まった2008年、 ハンガリー議会が国内の特産物を保護する決議を採択した。これを受け、食の伝統文化としてフォアグラを保護し、財政支援などをする法案づくりの動きが進む。鶏肉生産者団体バラムフィーターマック・タニックスは伝統的なフォアグラ生産をハンガリーの文化の一部として認める養動物愛護法を改正するよう求めた。2011年7月。 オロシャ雑誌で新たにフォアグラ業界団体、ハンガリーフォアグラ協会を設立する計画が発表され、11月9日に正式に発足した。国内の養鶏や加工、貿易、レストランなど業界全体がスクラムを組み、動物愛護団体の圧力に対抗する。トルコ、イスラエル、アルゼンチン、及び米国カリフォルニア州だけである。2004年9月29日。 アメリカ・カリフォルニア州では、州内で肝臓肥大を目的とした鳥類の強制給児と強制給児によって作られた製品の販売を2012年以降禁止する法律を成立させ、2012年7月1日から飲食店やスーパーでの提供が禁止となり、違反すれば1日あたり1000ドルの罰金が課されることとなった。このためか、禁止直前に消費が4倍に増加したり、 禁止後に隣接するネバダ州で、フォアグラの消費が増加した。カリフォルニアから遠出して、買いに来るからだという。また、あるレストランは、州政府へ抗議を込めて、フォアグラを使ったハンバーガーの早食い競争にフォアグラを、販売せずに、無償提供した。抗議の意味が込められたハンバーガーの名前は、シャットザダック、アップビュルガー、黙りやがれ。という意味のフレーズの一部を、 ダックに置き換えた名称だった。また、フランスの政治家は、カリフォルニア州への報復措置として、カリフォルニアのワインを提供しないようフランスのレストラン、呼びかけた。2006年4月には、イリノイ州シカゴで、市議会の決議によって、フォアグラの販売が全面的に禁止された。しかしこの条例制定後、すぐに地元レストランのシェフラから猛反発を受け、訴訟にまで発展した。 市民の反発があるため、取締りも、ほとんど行われなかった。市長も、シカゴ市を、国中の物笑いの種にするようなものなどと批判し、撤廃を訴えた。当時48対1の圧倒的多数で可決した、同条例は2008年5月、市議会で37対6で、廃止が決まり、制定後2年で執行した。フォアグラ禁止中は、 市内のいくつかのレストランがフォアグラを無料にするなど、法の抜け穴を利用して、フォアグラを提供した。こうしたレストランは、1920年から1933年の禁酒法時代に、スピークイージー、スピークイージーと呼ばれる場所で酒をこっそり売っていたのに、ちなみ、ダッキージー、ダッキージーと呼ばれた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。